今から家族旅行でホーチャム行ってきます。オーシャンビュー、すげー。子供部屋すごー。めっちゃすごいや。これプールがマジでヤバくて、子供にはもう大人気でしょ。こんな最高や。帰るー。このプールの広さね、広さの広さ、この遊びも遊具もあり、まあ有料なんですけどね、遊具は。でこのプールからの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 プライベート海。これかなり管理されてる、ゴミもないし、めちゃめちゃいい、最高。絶対来るべき。これマジで、あれです、お金とか一切もらってません。いやマジでいいわ、最高。プライベートビーチ最高です。いや子供の遊びとしては最高ですよ。ただ工事している部分もあります。めっちゃでかいチェス発見。これ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 、めっちゃでかいチェスだよ。これチェスっていう将棋みたいなやつ。これ？うん。なんかぐる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 同じとこ回ってるし。なんだよ。
曜日によっては開いてないお店とかもあったりするんでね、それはちょっと難点ですね。キッズルームもあります。ただ1時間10万ドン、ワンデー30万ドンという、まあ、少々お高い部分もありますが、かなり綺麗。まさかの先ほどスタッフさんから、まあ、何の仕事してるのみたいなことを聞かれまして、まあ、コメディアンって言ったらですね、なんとテレビで見たことあるよと、タクトゥヤンハイ出てたよねみたいな言ってもらえて、ちょっと芸能人感今出して、しかし芸能人感出して動画撮らせてもらってます。本日の夕飯は海さんをいただきたいと思います。いただきます。このバスで帰ります。ちなみにこちらのホテルから、まあ、タクシーに乗るってなるとこのタクシーを利用するんですけれども、ホーチャムの飲食街、飲食ストリートまで行くのに大体片道5万ドンぐらいで到着できます。グラブが呼べないっていうのがね、まあやっぱりホーチャムだからなのか、ブンタオとかだとねあるんですけど、